どうもこんにちは、マイクラやってるかい？この前動画編集をしてたっけ眠気に襲われたんだよ。夕方ぐらいだったのにね、どうしようって思っていたら、エナジードリンクがあるやん。グビって飲んだ瞬間に目がシャキーン。一気に目覚めたわ。あれってすごいね。エナジードリンクって色々あるけど、みんなは何が好き？レッドブルとかモンスターエナジーとか、もっと種類あるよね。よかったらコメントで教えてくれー。はい、今日は 1.19 のバグ技だぞ。バグ技って言ったらもう無限増殖バグよ。結構危険なんだけどね。かの有名 YouTuber のうどんさんが超簡単なアイテム無限増殖バグを紹介していたから引用しようと思う。確か前にも紹介したはず。まま振り返りということで見といておくれ。使うのはラージチェストと土ブロック6個。で、増やしたいアイテムを用意だ。まずラージチェスト置いて、その左右どっちでもいいから、土ブロックを6個列にして並べよう。そこまでできたら一旦セーブしてゲームを終了。また再起動して、チェストの中に増やしたいアイテムをぶち込む。ほんで、土ブロックを順番に破壊していくんだ。6個目が破壊できた後にゲームを強制終了。もう一度ワールドに入り直そう。すると、自分のインベントリとチェストの中にアイテムがあるぜ。これがハンドパワー。違います、バグ技です。これ統合版対応だが、さっきも言った通り危険だからね。やるとしたらワールドのバックアップをちゃんと取るように。場合によってはアイテムがなくなる可能性もあるから、その覚悟だけある人はお試しあれ。続いては安子屋さんが検証していたバグ技、レールを四角形に思考、パワードレールを忘れずにな。ほんで、レールの近くにはベッドを設置だ。何をしているのか不思議に思うかもしれないが、とりあえずトロッコに乗ってみてくれ。ぐるぐる走ると思うから、その状態でベッドをクリックだ。うまくいけば、プレイヤーが地面で寝るんだわ。しかもちゃんと朝を迎えられるし、プレイヤーはベッドがなくても眠れるようだぜ。これ夜しかできないから注意ね。ほんで、Java 版で確認されているんだけど、ちょっと統合版ではわかんなかったわ。不死のトーテム。不死のトーテムはすごいでやんすねー。金床を用意しよう。そして不死のトーテムをセットして、適当なエンチャント本を入れてみる。するとエンチャントされた不死のトーテムができるぜ。はい、1.19 で確認されたバグ技だぜ。普通はエンチャントできないはずなんですがねー。だってしたところで意味ないし、ちなみに、エンチャントされた不死のトーテムは取り出せて、特に何も問題なく使えるぞ。何気に面白いのが、発動した瞬間、ちゃんとエンチャントされたものが画面上に表示されるところなんだ。随分とまあ凝ったバグだねー。これ Java 版と統合版両方できるらしいよ。検証した高ひいて TK ゲーミングさんがおっしゃっていた。で、Java 版はクリエイティブでできるとか、知らんけど。ネザーゲートはネザーに行くためには欠かせない存在だ。それを使った無限増殖バグも 1.19 で確認されているんだわ。このバグが確認できているのは統合版で、成功率が他の増殖バグより高いらしいぞ。まず、どこでもいいからネザーゲートを設置。入る前に、増やしたいアイテムとチェストを用意だ。できたらネザーに入って、ゲート付近にチェストを置くぜ。その中に増やしたいアイテムを入れて、すぐに元の世界に帰ろう。ディメンションを移動する際、一瞬読み込みがされると思うけど、オーバーワールドに戻ってきたタイミングで強制終了。ゲームを再起動してワールドに入り直す。自分のインベントリとネザーに置いたチェストの中にアイテムがこれでポンポン増やせるわけですな。このバグ技、いろんな方が紹介したり実践したりしているけど、今回はマッツさんという方から引用させてもらったぜ。マッツさんの動画、ためになるものばかりだから見るに越したことはないぜ。あと、このバグもやっぱり危険だから、やる際は自己責任でね。またマッツさんから、チェスト付きボートが 1.19 で追加されたが、統合版ではどうやら、本来の意味で使われることはあまりなさそう。その理由は見ればわかるぜ。チェスト付きボートを作ったら、それに乗るんだ。ほんで、乗った状態でアイテムをポンポン詰め込む。レアアイテムの方がいいな。入れたら5秒くらい地面を漕いで時間を潰そう。5秒も地面を漕いでいれば腕がパンパンになるから、ゲームを強制終了。腕パンパンは関係ないね。ゲームを起動してワールドに入り直し、インベントリを開くと、チェストと自分のインベントリにアイテムがあるぞ。ここまで言えば気づくと思うが、これも無限増殖バグだぜ。無限増殖バグ多いな。このバグ技の最大の特徴はコストがかからないところにあるぜ。なんてったってチェスト付きボートは序盤からすぐに作れるからね。サバイバルでこの技を乱用する人がいるかも。これも危険だからワールドのコピーとかちゃんとやるように。次も増殖バグなんだが、一味違うんだわ。もし、馬を手なずけていて、なおかつ馬鎧がある場合は、一旦着せてみるといい。そしてドロップ増加のエンチャントがついた剣で、バッサリ倒す。するとたまーにだが、装備させていた馬鎧が複数ドロップするんだ。どこから出てきたの？これも統合版で確認できたバグ技なんだけど、今まで紹介した無限増殖バグと比べると安全ではある。まあ、馬鎧を増やしたところであんまり使わないし、何より馬がかわいそうだな。うん、やっぱこのバグ技も予想。ちなみに引用元の YouTuber である所長さん曰く、蔵は増えないとか、あくまでも馬鎧だけだってよ。んな殺生な。
また所長さんが紹介していたバグ技なんだが、ガチで危険なバグ技だから注意。所長さんは、統合版のベータ版である、バージョン 1.19.20.20 のアップで内容を紹介していたんだ。このベータ版の前には、HP ブーストの効果をつけて、HP を回復しても、再ログイン時には HP20 に戻されるっていうバグがあったんだ。バージョン 1.19.20.20 では、それが修正されるというのを紹介したかったんだ。いざ検証してみると、HP ブーストをつけた上で、ポーションやコマンドで回復を試みても回復しない。おかしいと感じた所長さんは、コマンドをいじってみたんだが、再ログインすると突然死に、リスポーンできない事態になったらしい。強制終了してワールドに入り直しても、結果は変わらず、どうすることもできないため、所長さんはワールドを削除したそうだ。具体的にコマンドをどうしたのかはわからないが、マジで危険なバグだなこれは。凄まじいバグがあったから、次は優しめのバグを紹介するか。いや優しめのバグってなんだよ。熱帯魚っているだろ。色とりどりで綺麗なやつ。統合版バージョン 1.19.20 では、その熱帯魚が単色だけになっちまったんだ。普通は様々な柄が入っているはずなのに、黄色や青色、ピンク色、オレンジ色、などの一色だけになっていたわけ。些細なバグだが、頑張っていろんな種類の熱帯魚を集めていた人からすれば、いい迷惑だぜ。しかもこれ驚きなのが、任天堂スイッチでしか確認されていないところなんだ。おそらく他のゲーム機の統合版では大丈夫だとか、このバグについては特にやり方はない。スポーンする熱帯魚が全てそうなっているからな。このバグはドライトのゲーム実況チャンネルんの、ドライトさんが紹介していたぜ。視聴者から報告を受けて発覚したみたいだ。昆布は水中に生成される植物だぜ。自然に生成されているものを入手するのは大変だが、超高速で昆布を回収できる装置があるんだわ。他の YouTuber や実況者さんも紹介しているんだけど、今回は田山さんが紹介していたものから引用するぜ。バグを利用しているらしいが、正直言うとバグなのかどうか個人的にわかんなかったわ。とりあえず作り方から紹介していくわ。まずは適当なブロックを T 字に並べて、真ん中の部分を壊すぜ。側面にレバーをつけて下げておく。真ん中の凹んでいる部分にリピーター。その下にレッドストーンとレッドストーンと落ち。装置はブロックの側面にぶすりね。次はレッドストーンが置いている側にブロックを4つ。もっと並べると効率が上がるけど、今回はとりあえず4つ。置いたらレッドストーンをブロックの上まで並べるぞ。レッドストーンを置いた部分に粘着ピストンをずらー。その下にはブロック。そして砂ブロックだ。さらに砂ブロックの上にはガラスブロックを8個置こう。ほんでリピーターの上にもう1個。だから合計9個だな。ピストンの上にブロック。置いたらまたガラスブロックだ。できたらピストンの伸びている部分に砂ブロックだぜ。両脇のガラスブロックを伸ばしていくぞ。で、またブロックを置いて、その上にはピストン、普通のピストンね。またまた上にブロックをずらり、そのブロックの側面には階段ブロックを下向きに設置じゃ。階段ブロックの部分に水を流すんだが、その前にガラスブロックの上にボタンだ。水を流したらガラスブロックをずらりと設置だぜ。ここまでできたら後ろに回ってレッドストーンと落ちをぶすり、その上にブロックで、またレッドストーンと落ち、それを繰り返して2段積めばいいぜ。できたら4つのブロックをずらー、その上にはレッドストーンだぜ。これで完成。レバーを早速動かしてみよう。するとガシャガシャ動いて昆布がどんどん出てくるはずだぜ。またなくてもどんどん昆布が出てくるから凄まじいぞ。この装置、注意しなきゃいけない点があってな。ある程度距離を離れると、作動しなくなっちゃうんだわ。だから作動させる際は近くにいるしかないかも。それと、今後のアップデートで修正されて使えなくなるかもしれん。覚えといてね。専用はベッドや狼の首輪、花火などの色を変えるのに使えるぜ。統合版では、水が入った大釜に使って、水の色を変えることもできる。そのバグ技が 1.19.10 で見つかったんだ。まず大釜を用意して、その中に水と適当な専用を入れよう。その上に、適当なブロックを置いていって、水が1ブロック分貯められるようにしよう。水を入れたら、その下に昇乳石を設置。統合版ではドリップストーン。すると昇乳石から水がポタポタ落ちていく。ここまでは普通だな。じゃあ、大釜に入った専用入り水に川の装備をつけよう。すると水が減るんだが、すぐに増えるぜ。これがバグだぜ。このやり方であれば、専用入り水が無限に使えるんだな。まあ、専用入り水なんてそうそう使う機会ないから、あんまり役に立たないかもしれんな。っていうか正直バグかどうかも微妙じゃね？ワンチャンしようって可能性もあるかも。ちなみにこれ、田山さんが紹介していたよ。次は Java 版から、レールを一つだけ敷いて、その上に TNT 付きトロッコを置きまくる、できる限りな。そしてレールを壊して、トロッコを押し出してみよう。すると、勝手に走り出す。とどまることなく走り続けるんだが、何かにぶつかると、ドッカーン、周囲が爆発するだけではなく、天高く TNT が打ち上がって、大爆発を起こすんだわ。危険でもないし、なかなか面白いバグ技だぜ。さらに面白いことができるんだ。これ、プレイヤーにもぶつけられるんだ。場所はスーパーフラットにしよう。その方がやりやすい。さっきのやり方で TNT 付きトロッコを用意して、押し出そう。勝手に走っていくから、先回りしよう。そして、衝突すると、ものすごく飛んでいくぞ。いやっくー、これね、レゾルさんという YouTuber が紹介していたんだ。
次もジャババン。このコマンドを発動するとデバッグ棒が手に入るな。これをベッドやドアに使ってみると、テクスチャがなんかおかしくなるぜ。壁に刺した松明に使うと、向きが変わって宙に浮く。さらに、階段ブロックや柵に使う際に、ウォーターログドっていう機能をブルーにすると、水が張るんだな。そう、いろいろバグらせることができるんだが、これはデバッグ棒の仕様なんだ。まあ、バグブロックをいつでも作れる方法として覚えておくれ。マイクラ初心者を騙すのにはもってこいかもな。また統合板 1.19.20 から高さ1ブロック分の水中に入って地面を 2×2 掘ろう。掘った場所にはマグマブロックを設置すると1箇所だけ水のテクスチャがおかしくなって泡がブクブクしている見た目になるぜ。テクスチャバグだな。かなり些細なバグだが、こういったものがよく見られたらしい。オニオンくんさんという方が紹介していてな。どうやら今のやり方の方が顕著に現れるらしい。今もう修正されているって。はい、今日はここまで。統合板バグ多いね。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。